行政すぎのまだ依頼するな <laughs> はい、えー、4月の22日ですね、えー、19時30分を回りました、<laughs> 行政書士すぎのまだ依頼するなですね、今日もよろしくお願いします。 はい。えー、それで、ですね、今日ね、まずまの僕が、ねあのー、この番組、間に合うかどうかっていうのがあったんですよ、ね、そ<う>危なかった、ちょっとお仕事の関係で外出しちゃってて、どうしても書類を行って事務所に持って帰らなきゃいけないっていうのがあったから、うん、いやーちょっと間に合うかなっていうのがあったらね、電車がダイヤ乱れちゃって。うん、そうなんですよね。あれは、 あ、これまずいかなと思ってね、しょうがないからもう、ジーで、ヘリコプター回そうと思って。ヘリコプターで、あの荒川の土手にね、着陸して、間に合わせようとしたんだよね。八日にはないですからね、ヘリポートが。ヘリ、ヘリポートないから。何のことかわからない。んだよねまた身内ネタぶち込んでると思われるから、前回も身内、身内ネタで一時間やってる。ね。ひどかったですね。で、この話してると、もう。 <laughs> あのゲストいつまでもご挨拶できない、ね、<laughs> またこれで下手すぎ、これで1時間引っ張りそうだから、身内ネタで、ね、あのそろそろ、今日の企きょうの企画、はいえー、インターネットの危険性とトラブル回避、ねはい、これでいきますよ、はいで、ゲスト紹介、そうしたら、じゃあ文井先生お願いします、はい今日のゲスト、行政書士、オフィス OK の行政書士であります、大野邦弘先生です。 はいよろしくお願いします。よろしくお願いします。えっといいんですかね。はいあ,あの自己紹介どうぞえしていただいてはいえー、っと行政書士オフィス総、OK、経の王の国弘と言います。うん、江戸川区で、うんえー、開業して。うん まだ5か月目になるんですけれども、自分としては建設業の許可申請に特化した事務所にしていきたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたしままますすすはい、いいあありりががととううごござざ大野先生の緊張っぷりが半端じゃないうずっとね、そう、だって、あのね本番前にカメラあそこだからカメラ見てっていうの、今、ずっと僕のこの資料見てしゃべってたあれ、ちここに別に何も書いてないんだけどな。 カメラあそこですから思いっきりあそこ見てみんな見てますよ。みんな見てます。あの今リアルタイムで僕も宣伝してるから何万人見てます。いろんな先生が先生もねそうですし、お客様も見てると思うんですけどね。えよろしくお願いします。はい。じゃえっとまずね番組進行する前に応援メッセージの案内行きましょうね。どれだろう。これですね。あこれですね。はい。はい。じゃ藤井先生お願いします番組への応援メッセージはこちらまでお願いします。 えっと番組の前半までに送っていただければ後半の最初に一番最初ねご紹介いたしますので、はい、どんどん送ってくださいよろしくお願いしますはい、はい、よろしくお願いしますじゃ早速じゃあ行きましょうかはい、はい、えっとまずね、えー、大野先生にちょっとお聞きしていくんだけど今日が今日のタイトル通りですねインターネットの危険性とトラトラブル回避も 多いですもんね。インターネットのトラブ。今旬ですよね。もう本当しゅ旬というかね、よく話題になるっていうか。じゃ早速それ行くんですけど、うんと SNS、SNS ですね。で、ニチャンネルとの書き込みについてっていうコーナーでちょっと今やっていきたいと思います。ね。で、これちょっと例えばね、個人情報書かれちゃったとかこう自分のことをこう悪く書かれちゃう。 ととかいいろろある思うんですよ一番やっぱりなさんが聞きたいのは書かれちゃったらどうすればいいのか実際自分の情報なり悪口とか誹謗中傷っていうんですかああいうのも自分だって分かるような状態で書かれちゃった時にどう対応すればいいのかっていうのをちょっと教えてもらえればなと思うんですけどまず書かれちゃった場合はとりあえず掲示板なり掲示板を運営してるプロバイダーさん。 そこ,こに、えー、と削除の依頼等をまずするのが一番かなといったところですよね、うん、順番としては。で、その個人情報がさらされちゃって、実際にこの損害が発生しましたとかって言った場合には、えっと、なんだ、弁護士さん。 ととかかかをを通じて損害賠償請求とかをするののがいいのかない、うん、順番的には、うん、でその際にはそのプロバイダーさんとかに、えー、と情報の開示請求とかできるので、うん、ただそれを、えー、と応対してくれるかは別ですよ、開示の請求はできるって話なんで、うん、ああの誰が書いたかとか、えー、住所はどこだとか、うん、IP アドレスはとか、書き込んだ日はいつだとか、うん、そういったことを請求して、それを、えーとまあ、情報をもとに、えー、弁護士さんに、まあ、訴訟を起こしてもらうといったような流れですよね。えー、<で> <laughs> さらにもう 一つ言うと、そういった名誉毀損とか損害が起きたよってことに対して、なんか刑事的に何かしたいとかいう届け出したいっていうなら、警察とかに届け出るっていうのがまあパターンなのかなとね。なんかありますね。警察、サイバーなんとかって難しい名前ついてますよね。ええ、そういった部署がありますよね。警察のサイバー犯罪なんなんだっけごめんなさいです。準備。ええ、でまあかい、開示請求を。 あのして相手の特定ですかねその書き込んだものの特定をしてそこにこう損害賠償請求なり警察のほうが逮捕状を取ってって確かあの芸人さんでいらっしゃったと思うんですよ10年ぐらい。ええ、まだ多分かの事件 に関わってたっていうようなね、こう濡れ衣というか、そういうので上げられて、そうですね。で仕事にも支障きたすっていう風になって、あの自分も自分も含めてそうなんだけど、やっぱあのその奥さんであったりとか、ええまあ。 まあ、家族関係親戚関係にまで及んだっていう大きい事件があって結局、あれ数人逮捕者が出たはずなんですよ。出ましたよね。それぐらいやっぱ影響力があると思うんですね。信用しちゃいまますよねまあねあ、ね、そういった情報を僕もありますよ、実際だからその情報を信用されちゃってやっぱ悪く取られることは、まあ、よくあります結局、確認のしようがないでしょうからそれ見た方っていうのが。 それでやっぱり悪く取られることも多々ありますよ。すね、僕、僕自身も経験してますね。うん、まあ、書き込みについては、その開示請求を、して、その後。その開示請求自体は、あの、あれですか。あの、大野先生の事務所でもやっていただけるんですか。請求自体。請求自体。うん、その後の示談交渉は、まあ。まあ、そうですね。うん、まあ、行政処置の。 誰でもやっていいことで代償して送れないていうことは行政組織読むかなとは思うんですけどもし範囲がもし外れてるのであってその仕ーさんに連携するってことはありすけどバトンタッチしたりとか連携取ってっていうことでやると思うんですけどまあすごいこの書き込みが事件に発展したりねするから怖いなって。 事件もそうですけど長くかかるっていうのが問題ですよね、いつまでたっても終わらないやっぱり今、誰でも自由に書き込めちゃったりとか匿名ですもんね、あれ、書き込むのが実名で書き込むってあんまり聞いたことないですよね、実名かどうかはわからないですけどね、だから嘘の名前だったら書き込む人もいるかもしれないですよね。ででも特定されちゃうんすよね結局 あれどうなんですか、ID かなんかで探っていくんですかね、たどるっていうか、その相手をの結局、どっから来たっていうのは、プロバイダーさんが持ってる IP 空間の中で、プロバイダーさんは分かります、ただそれをあの開示するかどうかは向こうのほうの判断なので、ただ、その法律的には、なんだっけなプロバイダー制限あ、責任制限法かなんかで。 開示の請求はできますえ、ええうん、でも最近、うん、ほらアップルとか FBI とかの話で開示しないとかっていうのもありますし、はいええ、それは警察が介入しても開示してくれないアメリカの話ですけどねああそっかそっか、えー、ああそうですねあのーうん、向こうにあるんですもんね拠点っていうかその辺はちょっと難しいっていうかねあの日本の法律でどこまでっていうところもあるかもしれないですしです、ね、日本はおそらくね開示請求それもなんかとてもなんかひどい 犯罪とかだったらもちろんやってくれるのかなと思いますけど、うん、実際、自分の周りそういったことないんでね、うん、まあでも、請求してみてくださいっていうことですよねうんであ,のあともう一個ちょっと聞きたいのが書き込まれちゃったえー、まに、あ、もちろん,なん,ていうんですかそういったあの専門家を入れてやるなりあの行政機関使うなりっていうのもあるんでしょうけど、はい、対処法として。あの その書き込みが何とか埋もれるようにっていうのは何とかできないんですかね。できないと思いますね。あの例えば二チャンネルっていう話であれば、そのクローンみたいなやっぱ掲示板もたくさんあるんで、どん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 違うところで派生していってしまうんで、一個消してもこっち消してっていう勢いに達しごっこみたいになっちゃうんですか。なんかよくあのね画像載せられちゃってそれが消えないあのもう消しても消しても本当にまさにリベンジポルノとかで今問題になってリ個上がっただけで拡散しちゃうんで。ああ 結構難しい問題です、ね。難しい問題ですね。これうまくね法整備されてそれも取り締まれるようになればいいのかなと思うんですけどね。人間の数よりコンピューターの数が多いはずなんでね難しいと思います。怖いですね。<laughs> いすいやそうですか。それでまあ広がっていっちゃう。で,、ね、でまあその今今はあのちょっと書かれちゃった場合に。 まあそういった専門家入れるなり行政機関入れるなりしてま,あまずはそっちのですか開示請求してとかそういった流れのお話をえ聞いたんですけど今度書き込むときに注意した方がいいよっていうのがあればあの例えばえ何ですか個人情報が分かるようなこと書いちゃうとかもちろんダメですよねあと書くときに例えば悪いこと書くことあんまやりたくないことですけど。<うん S 2> うん 言い回し書き回しみたいなのが。でネットの人たちってそういうちっちゃなところをきっかけに見つけよようと頑張るんです僕が書き込みます「僕の癖を知ってっあれ大野じゃね?」っていうのを違う SNS とかの書き込みとかと照らし合わせて「うんうんうん 頑張る人もいたりするのであ情報を集めて特定するような感じなんです,んです,んですちょっと youtube で少し前かなとある youtuber さんにある中学生くんが嫌な書き込みしたんですよね<ー>特定しちゃいますからねへー <laughs> すごいですよなんかものすごい執念ですねその探す人もあのそれはいっぱいそのフォロワーさんがいるんでフォロワーさんも頑張って仲間につけて こう頑張ってこう探しまくるんですよ。ちっちゃな。えー、それで、まあ、と、まあ、個人、個人を特定していくっていう。本当ね、ちっちゃなことでも見つけるんです。えー、ちょっとちっちゃな本当。画像の。片隅にある何かとかでも。ええ。なんか、そ,、えー、かその労、労力をね、あのビジネスとか仕事に当てはめれば、なんか成功しつまきしますけどね。なんもったいないですね。うん、うう指導者がいてくれればね。近くに。 あ、そうなんですか。じゃそのやっぱりあの上げ書き込む方もちょっと気をつけて書いた方がいい部分ですね。あのあんまりこう特定されにくいように書いた方がいいです。よそうですね。一般的な言葉使うとか。うん。いなこと書く場合にはですね。まあちゃんとしたこと書く時には自分の名前しっかり出してあの LINE でもあのんですか。え、l i n e l ってあるじゃないですか。え、なあれ LINE でんだよな。あの 携帯電話とかでやり取りし、あれは友達間のだったら大丈夫なんですかね。友達間のなあれタイムラインって言うんですか。ななんていうかわかんないんですけど、僕 l i n のなあれグループラインって言うんでしたっけ。あのタイムラインで記事上げるのあるじゃないですか。ななんだっけあれ。LINE でですか。え LINE でありますよ。記事。えありますよ。タイムラインアットの方かな。ちょっとわかんないですけど。いやごめんなさい。いやいやあの通常の LINE ですよ。 えあれありますよねな,なんかやばいいごめんなさフェイスブックでいうとほらタイムラインってみんな記事あげるのと一緒でラインでもあるんですよあれ、えー、あ,ありますよであれ原則お友達だけじゃないですか、うん、あのラインの方はフェイスブックの方はなんだっけ、えー、一般公開してると全員に行っちゃうのであの辺でもちょっと気をつけていかないとあそうです公開範囲で気をつけていかないとやっぱねえあのー 引っかかっちゃうっていうかあこちょっと注意必要ですよまずいときもあるんじゃないかなと思うんですけどねパソコンできない僕だって知ってるのにねごめんなさい意外いやそれは業務上少しはできますよ少しで教えられちゃったなありがとうございますあ不眠先生意外とねあの知らないですよねその うん、機能自体、例えばフェイスブックの機能だとか。の機能自体は分かんないですよね。うん、あのデザインの方は。やられるんでしょうけど。難し,いね、難しいです。うん、まあ、そうですね。あれ、若い子の方が覚え早かったりするんですけど、な,なんか。どん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 、も変わってしまうし。うんうん ほんと面倒くさいというか。だって僕携帯電話を変えたらもう使い方わかんないですから。<laughs> <え>あもうだってさ、だって今説明書ない,、ね、なないあんまあ、ないですねな。ないですよね。あれだって携帯で自分で見ろって言うんだけど、もうわかんないから僕携帯変えたらもうとりあえずショップ行ってもう延々聞いたりしました。でわ <laughs> か,かんないからわかんないもん。<laughs> えー、これはコピーっていうのはどこのボタンを押せばいいのかなっていうのも <laughs> <ご>いないでそ<ご>したらなん、ね、画面長押しするとかさお店の人も大変ですね対応そう買ったばっかの時もすぐ毎日行っててどう画面固まって動かないんですけどとかねもうそんなのよくやってあいつまた来たよ <laughs> <laughs> ねえ、ま、すぐ本題からそれちゃうから大野先生困ってるじゃないですか。いやいや、ほっとしてるんですよ。最近ね、文二先生独白から気をつけ制だよ。独白正直なだけ正直。はい、ありがとうございます。え、で、じゃあ次のコーナー行きましょうね。え、次ね、SNS、LINE 等の ID 乗っ取りについて。これも今多いですよね。本当でもあの特にあの Facebook、僕あの ツイッターとかやってないからわかんないんですけど、フェイスブックの方でもなんか自分のアイデだかなんかでこう招待者を送られちゃったりとか、うん、えーなんかそんなイベントを送られたりとか、うん、ありますね。あ,あるみたいな、ね。な流行ってましたね。三月の末ぐらいから四月にかけて多いですね。最近フェイスブックでもそれ頻繁に上がるんですよね。あのなんか、うん、えーと何僕アイディ乗っ取られてなんか出されちゃった後からこれは開かないでくれとかね、あのしょっちゅう上がってくるんだけど。割と身近なところに見そうな感じなんですけどね。 ねえ、あの、今日会場にね、来てくれてる、あの観覧してくれてる方にも。犯人がいました。犯人、被害者の方。また毒入ってる。しかも、あの。犯人じゃ、犯人いたら捕まるでしょ乗っ取りというか、なりすまされちゃったんですよ。なりすまし、なりすましの方。なりすましの方です。ああ、じゃ、アイを乗っ取る人もいるんですか。いますね、パスワードをどっからか入手して。ええ。 そそれで ID ID をを乗っ取っちゃう乗っ取っっっ取取っちちゃゃうそうう自体したらもう使えないパスワードが変えてなければ、うん、自分がさらにログインしてパスワードを変えることによって復活っていう感じでできますけども、うん、もうパスワードまで変えられちゃったらあれ、ね、分かんないですよねあだから自分が設定したパスワードを何かで盗まれて、ね、成りすまされちゃってそ,その盗んだ人間がパスワード勝手に変えちゃったもんだから。うん 変えられちゃったら僕,もし僕が被害者だったら僕どううしようもできない僕の名前でもうど,んど,んどんどん発信されちゃったりとか、うん、下手すら、ね、懲戒処分ですよね、行政者そんな、ね、可能性あるなと思ってね、危ないですよね。危ないですねあれ、なんでそのやっぱ番号っていうんですか、ID セキュリティ番号っていうのかな、あれ、なんでばれちゃうんですか。あれはあの ここは多分どっかに対して攻撃をして入手したのかなとかあとはそもそも自分自身がある悪意のあるアプリにたまたまパスワードを入力しちゃったです。あとはフィッシングサイトとかで取られてやっちゃったうっかり打ち込んで,んであの大丈夫だと思ってっっちゃったかそうそうしかもそのパスワードが使い回してるせいで他の インターネットのサービスをアクセスしたら、あ,<ー>あ、こっちもいけるねってパターンで。なるほどね。だから、知らないサイトにアクセスするときは、もう本当に注意しなきゃいけないですよね。それ、あの、下手にこう、アイ番号、だから、セキュリティ番号なんか。まあ、簡単に打たないってことですよね。あの本当に。なていうんでしょう。アプリケーションの連携みたいのがあって、うんうん、ツイッターとか、本当多いんですけども。うんうん 乗っ取りでもないんですけどもガンガンその変な広告を送られるとかあフェイスブックでもありましたよねあれは何ですか、名前自体あの ID に乗っ取りまでいかなくても名前を勝手に使って送るるっていうパターンもあるんですあの今、フェイスブックがメインのアプリケーションでとあるアプリケーションを連携させることによって、ええ、こっちがこのサービスを使って自分でなんか広告出すとかそんな感じなんじゃないかなと思うんですよね。う インチキアプリって言うんですかねちょっと違うんでしょうけどまあでもそんな感じですよそうだあのここのところであの先ほど大野先生からこれを聞いてくれっていうったそういえばボードを出すからって言われてそのパスワードについて準備万端準備万端でなんか大きいありがたいですよねあのヌード写真とか出さないですよね生放送なんて収集つかなくなるんですけどちょっと持ってきたパスワードですね持ってましょうか あお願いします。あどうしようマイマイクが。あ僕持ってますよ。こ,こう出してください。あそうそう、ね、こ,こっちですね。そうですね。これ <laughs> 悪いだいたいそうなんですよね。悪いパスワードって短いんです。長くない。あと複雑じゃない。で多分これ使い回してるだろうと。うん 依来さんって人で誕生日が4月22日だったらこういう感じで誕生日関係いやあの確かにこれアルファベットと数字混じってますけどこれはバレやすいんですか悪いパスワードそうですねなんかこう推測されやすいというか名前からと誕生日とかが Facebook 載ってればあこういうのじゃないのっていうのでなんとなくやられそうかなといったところですよねでえっとじゃ次すみますはい良いパスワードっていうのでこれペロッとめくっていただくとあこれ良いパスワード 例え LINE の場合とか別に何でもいいんですよ、はい、あのこういうパターンでやったらいいんじゃないかなっていうのが、ええ、ベースのパスワードはあります、これ使ってくださいと。はい、で、LINE の、えー、とパスワードの時は l i n e インとかって適当に突っ込んで、うん、あと、なんとなくなんだろうな記号を入れるとかうん 1> でな1個目は小文字にして2個目は大文字にすると。ここれれ先生これあの ここが数字を寄り込んでうまく前を道にカモフラしてるとでフェイスブックもしかりで今度はこれ前に後ろにつけたパターンなんですけど前につけてフェイスブックのところのこれをゼロにしてるとなるほどああうまいでしかもなんだこれってなんでもいいんですよなんでもいいんですけど記号入れのことでまたあのなんだろうなちょ強固なパスワードになるとパクられにくいしだからねあそうなんですねこれ三枚目も三枚目もまあ同じなんですけど。 まあ別にこんなパターンはいいです。まあ今度は真ん中に突っ込んでみましょうと。ツイッター、今度は全部、えっと小文字を大文字にし、あ小文字を大きくして。あ、そうななんだ、母音、なんでしたっけ、母音と、あれ。これ、これ、これなんでしたっけ、あいうえ。小文字、じゃなくて、そう、じゃない方。母音、子音。子音を大文字にして。ツイッターの愛を1にしてみたと。なんで母音だけは小文字だよと。うん。 なるほどこっちは逆に、ええ、あの母音だけを大文字にしてると。 で依頼ゼロ四二二の間にアマゾンアマゾンとかま別にいいんです何でもいいんですけどあのここまでやるとあれですね自分で忘れちゃうっていう可能性もありますね。パターンだけ作ればいい。あそうあそうこのパターンだっていうであそうかそうかええあそうですね推測はされないです。されないでここまでやれば大丈夫。たまにありませんかこう自分でこうやって忘れてはじ忘れちゃえそうなんです。僕やったことありますせいぜいこんぐらいかなこんぐらい。 がいああのやるんならわかりやすい前か後ろにつけてどれどれがおすすめですかこれかな先にフェイスなんかなでもいいんですけどサービス名つけてこうアルファベット数字に読み替えられそうなものをやっておこうなるほどいう感じですね記号は適当になんでもコロンでもセミコロンでもプラスでもなんでも入れられるものをつけてくれればだそうです使えるんですね使えるものが多分限られているのでそうですよこれふみ先生 ね詳しいんじゃないですかこうここうういう内容僕あのあんまそういうのも疎いですね疎 <laughs> い勉強になるじゃあ文井先生何が鋭いんですか逆に <laughs> 鋭いのは何ですか。で杉先生に言われたくないですけど。これどうですか。ちょっとなんで言われたくない。であわかった。不名姓がね鋭いのは褒められることに関してはすごい鋭い。もうすっごいもう気味に立てる。この間もあれでもねあの鋭いがあったときにアイドルみたいって言われた瞬間にもう。 あ,あらやだみたいなあ <laughs> あらあらすだって女性ホルモンがすごい分泌されててお肌がもうつやつやになってるで今日ね面白いのがき今日ね観覧に来てくれてるんですよ、ね、それ言ってくださった方がねあ,のあちらの方がね褒めてあの文枝先生のことを褒めてんですよなんか数十年ぶりに褒められたみたいですあの<と> <laughs> 普段はいつもねボロクソ言われてるからあの杉井先生にね <laughs> <laughs>

終了で大丈夫ですか先生なんか言い足りないことはいやいや全然全然いやもう大丈夫ですか大丈夫大丈夫ですか大丈夫ですか俺がダメなんですけどね大野先生一回じゃあの曲一回挟むんで落ち着いていただいてとりあえず水五リッターぐらい飲んで汗止まんないからそれでも一層ビールかなんかおっちゃった方がいいのかなうんうん日焼けですよこれ。日焼け飲んでないんですけどいいですよ日焼けでねそれなんで焼けちゃったんですかこの 出演に際して二日間ランニングしたんです。あ、絞ったんですか。準備がいい。六キロぐらいを二日間かけて。あ、すごい。大丈夫です。すごい。いや。ランナーですからね。文み先生なんか前日でも飲んでたんじゃないですか。関係ないですよね。番組なめてんですよね。結構ね。もうほらセンターじゃないから。あ、そう。先月センターだったんですね。ね。うん。 落ち着くまあどうしようもない番組ですよねこれねほんとひどいんだよもうそうなんですちゃんと真面目にやってるの僕だけですからねこれ笑うとこですここれでで会場の皆笑うとすからねこれクスクス失笑されちゃうとでちょっときつい大笑いしてもらうこれこういう話してるとおっしゃるからもう時間ないきましょうあそうそれでね曲終わって後半一発目でメッセージ読み上げるんですけどメッセージ来なかったら読まないから

何も変わらない変わり映えのない空では雲が泳いでるどれくらいの時歌い続けて 「指にはタコが膨らんで」「いつかいつかと願い」「かけてまたあギターかき鳴らして」「明日は明日のゆらりゆらり風が吹く」 る景色をてう「まだ道はつづいている」「どっちかで曲がって離れ離れになった」「としてもあって口は道は必ずつながる」 「のいたりで」「点滅心動きをひたすら走って渡った」「約束されない日々を生る」 でも僕らよかった」「きっときっとって思い」「込めてまた音を」 Oh my God. じゃあ後半戦いきますよ。はいね。いいんでしょ？いきますか？<laughs> いやまあい行ってくださいよ。ほら後半一発目にメッセージ読むで。そう読みますか？メッセージお願いします。なん何それやらせでしょ？<laughs> やらせじゃない。やらせはやめましょうか。うん、もうそこまで落ちたらダメですよね。<laughs> メッセージないんでしょ？うん。 人気ないなこれ。いやこれ誰が悪いっつったらふみい先生が悪いですよ。えなんで？ふみい先生が悪いの。なんで意味わかんない。今回いろいろあったんですよね。そうそういろいろあったんですよ。もういろいろありすぎて、いろいろありすぎてね。これだから大人の事情があってだからふみい先生が悪いのかなと思ったんだけど。いいですよ。 私が悪いんですで、あれじゃあまた今ので同情を引いてこっちに批判をね持ってくるって言われたら私が悪いんですいやらしいいやらしいずるいところだこれがずるい女ずるい女だ本当にいきますよ進行してくださいよはいじゃあ後半一発目のコーナーはね個人情報のネット流出についてちょっとね先ほども あのー、お話出ましたけどこれについてちょっとで、はいえー、聞いていきたいと思うんですね個人情報のネット流出についてでこれやっぱ出ちゃうっていうのは誰かが書き込んだかやっぱ自分がその上げたのが何個か情報集合させてばれちゃったかっていうことなんですかね、うん、いやそれだけじゃないですよ、ね。それだけじゃないうなれば企業さんが、うん、持ってるサーバーのデータが増やせちゃうんですあ 攻撃らっっちゃたりとかそうですあそっかあとは自身っていうかそこの内部で働いてた人が出しちゃうってこともあるでしょうし聞いたことあるありますねなんかそれでなんかお金もらっちゃったりするっていうかね嘘だか本当だか知らないですけど怖いですよねそんなんやられたらもう相当なね罪になるそうですよね今の現行個人情報保護法だとちょっとならないのかなでもマイナンバーができてくるんで。 げでも、その、まあ、窃盗罪かなんかにはなりそうですけどね。うん、そっちのけ、そっちの刑法、今持ってくるしかないですよね。その。普通の損害賠償請求とかね、そういった感じで。多分。そうです。民事では完全にいけますよね。それ、損害賠償請求っていうのは。ただ、その不正アクセスって言ったところでは、大した罪になってこないのかな。罪というか刑罰責任。なんでしょう。あれ、不正アクセス禁止法でしたね。行政書士っぽいこと言うじゃないですか。たまには。ね。あ、やっぱり、まあ、じ、織り交ぜながら。 ああそうですじゃこれ、どうなんですか、<え>個人情報のネット流出を防ぐ方法っていうのは、まあ、ある程度、まあ、全部はだめ、無理でかもしれないですけど、ある程度防ぐって言ったら、どういうところを注意したらっていうのはありますか多分個人と企業で分かれて、えーえー、個人であるならばパスワード強化、あとはその使っている OS とか、ソフトウェアの、なんだろうな。 バージョンアップを常にやるとか、ええ、あとセキュリティソフト入れるとか、うん、まあ後半にもお話ししますけど大体そんなことですよね個人的には。で企業に対しては当然社員さんへの教育とか、うん、こういったことをしたらこんなことになるよと、うん、いったところの教育とかが重要なのかなと思いますよねよくあのね通信販売とかでもあの僕怖いなと思うのがその通信販売でも なんてあんまりいい話じゃないけどコピー商品みたいのを扱ってるところにね、うん、あのじゃあこれ買いたいって言って情報を打ち込んじゃったりとかやっぱ怖いですよねそれ、うん、コピー商品売ること自体違法なんだから、うん、そこにね個人情報を書くっていうのは僕怖いなと思うんですよ、うん、そうですよね、うん、買う方もやっぱりそういう選定が必要ですよね、うんうん、そうですよねその業者に対してうんうん。えーうん まあ当然あのフィッシングのサイトとかっていうのは分からないからしょうがないにしても自分が何か買うって言った時にここって本当信用のなるところなのっていうのは重要ですよねその辺は少しねあの個人個人でも気をつけられるところかなって僕ちょっと思ったんですけどね。んんねうん、なるほどそうですか。じゃあ、まあ、ちょっとあのねえ後、ー、でちょっとこれ関係してくるんでネット流出についてちょっと先にですね、うん えー、次のこの架空せあ架空請求ね、うん、架空請求についてちょっとお話し、えー、していただければと思うんですけど、えー、これあれですねあのー、昔昔って言ってもこうなんていうんですかちょっと前からありますよね架空請求ありましたありましたありますよね、はい、事件にもなったし、うん、こうワンクリック詐欺って言うんですかちょっと待ってこれ笑うとこ <laughs> なななな何？まためユーチューネか俺。ななんなんで会場の皆さん笑ってるの？それを狙ってましたよね今ね。狙ってましたごめんなさい。この辺がちょっと。じゃ実はねあの本番始まる前にネーミングをねあのちょっとあの番組観覧に来られてる方からワンクリ先生ってねネーミングをつけてじゃあそれで行こうかって言ってだから今ワンクリって他にワンクリ先生ってないかなって調べてましたからね。大丈夫かぶってない。 もう一人ねあの面白い先生あれでも僕がつけちゃったのは悪いんだけどデリヘル先生で今日来ていらっしゃるんだけど禁止町ではデリヘル先生で名前取ってるらしくて最初本人やだっつったんですよねそれ島には自分で名刺に入れ出してデリヘル先生と名刺配りまこれじゃ これの方がお仕事取れるんだと思ったじゃないですか。でデリヘル先生で刺配り歩いてそのうち大野先生もワンクリ先生で刺にいいんですかワンクリ先生。ワンクリ先生なんですけどね。ワンクリの方がちょっとやらしい感じもするけどワンクリ先生の方がいいな。今度犬とクリ合わせたキャラクター作りますよ。ゆるキャラみたいな。そかワンで ワンちゃんでしょ。で、クリが事務所のゆるキャラってことですクリはクリちゃんか。いいですね。ワンちゃんとクリちゃん。言っといていいな。わかります。また話それちゃった。あれ、そう、核請求、核、核請求、核請求ですよ。で、そのまあ実際こうなんですが、これ払ってくださいって電話なり、メールなりっていうまあ来ちゃうかもしれないですよね。 うん、ただそれ、来るのっていうのは、うん、ワンクリック請求の画面がバンと出た後に、うん、自分がアクションしちちゃゃううから来ちゃうんですよねうんただ、画面出てるだけなんて誰がアクセスしてるかなんてそのサーバー提供側もわからないはずなんでそこに、わあってびっくりして例えば9万9800円払ってくださいやばい。 で電話しちゃって、うん、それらしいヘルプデスクみたいのかかっちゃってうん、うん、でここに振り込んでみたいな話ででも待てよ待てよと、うん、近くの人に相談したら払わなくていいとかっていう話があってうん、うん、文字文字してるというか払わないでいるとそういう請求のバン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 電話が来たりとかうん、うんうん、まあ基本はじゃあ,あの画面自体は無視なんですかね、うんあのー、無視し方がいいんですかね画面が出たら多分もう消せなくなるんですよね見てる人たちってあのー、何回こう電源落としても立ち上がっちゃうんで、うん <laughs> ええそうなんすか。そうなのあの、大体その、そういう請求画面って固めちゃうんですよ。ええそれで収まらないから払わないとダメなんだろうっていう画面を追いつくすんですかその請求書は。えパソコンもしかしども、アンドロイドの端末もそうだし、え iPhone もそうだし、ただ簡単に消せるんですよ。スマホはね、ちょっとや、アンドロイドはめんどくさい。あの、え、じゃあのじゃその連絡。し、 せざるを得ないようにその悪い業者はしてるわけですね。あの画面折っちゃうってこところは使えないんですもんね。ねそうなんです、ね。うん、だからパニックっちゃうんですよ、ね本。本来は Windows 使ってて Windows の画面が出るはずなのに、うん、一回怖いから電源落としてもう一回出る。また出た。もう電話するしかないみたいな心理的な追い込みをかける。えそれはなんですか。ーメールを開いちゃったからそういう状態になるんですか。多分、うん、まあそれもあるでしょうし、ええ、あのエッチなサイト。 アダルトトサイトみたいな最初見てたサイトのリンクとかをクリックして18歳以上ですかポチってやった瞬間にボンとか立ち上がってそれで相談できないんですよね<あ>結局そういうあだからアダルト見,見ちゃったっておい味があるかなとかそう,なそういうのもあるし、うん、あなんか地雷みたいで怖いですねもう地雷の感覚で,す、ね、地雷ですよね。うん、でううっっかりそのボタンを押しちゃったらもう 画面が固まってこの請求画面になっちゃってああ、どうしようってこれ、あのー、家族に相談できないとかね、ちっちゃい字で嫌なこといっぱい書いてあるんですよ、払わないとどうのこうのとか、えー、あそうなんですか、えー、でやっぱりねあの、見てるお父さん方と奥さんにも言えない、もし子供と一緒に使ってるパソコンだったら、<laughs> ああ、どうしようって、お父さん、当たると見たらばれちゃうってなっちゃうそういういケースはありますからね <laughs> <ん>払っちゃううていう流れですよね。 払っちゃうとさらにもっともっと追い込まれてきますよね、うん、あのリスト化されてカモリストみたいなのに入っちゃう可能性もあるいろんなところまた売られちゃうんですよ他の全く違う業態の人からも布団買いませんいや僕その架空請求自体がメールかなんかで来るのかなと思ってたんですよ、うん、あメールとかこれ結構前とかにありますよねあじゃあ僕が情報を送れてるんですねあの 僕、だってポストに入ってたことあるんです、はがきで。ありますあります。それじゃ情報どっか漏れてるんですね。それじゃ情報どか。ど、なんかほいろ四方八方にばらまくらしいんですよね、はがきを。それでその中でたまたまなんていうでしょうね、電話かかってきた人間にこう引っ掛けてくっていうのはあったんですけど、まさか。 この地雷みたいにね、パーンって画面にそんなの出ちゃうなんて知らなかったです。そうなんです。その画面消せないからみたいにお金払っちゃうパターンです簡単に消せるんですね。消せるんですね。消せますよ。消せますけど。大野先生は消せますよ。消せる。じあれその場合って不明先生の過去も消せたりしますか。ちっとねなかなかにまずい過去持ってたりするんですけど。パソコンじゃないもんね。パソコンです。まあ過去は消せない。 もう背負っていくしかないです、ね、背負って,背負っていくの一生はい、はい<笑><笑>はい、またそれちゃった話がね <laughs> でその画面に出ちゃった場合にじゃあどうすればいいですかま,まずじゃあ画面にあの「いくら払ってください」っていうのああボタンを押しても何しても消えないわこれってなっちゃったらま,まずどうすればいいですかねそ,その場合画面自体にもあの請求上がっちゃったって。うん、って言った場合は、ええ、近くのええ なんだろう詳しい人に聞いたりとか、ええ、もしくは別の端末あったら消し方とかっていうのを出せばあ<ー>ノウハが出てくるのです、ね、あまず、まあ、そういった形で行ってその業者とは絶対連絡取らないってことですよね。はあじゃビビっちゃってあやばいやばいっつうのでかけちゃう。 たりなんかアクセスしようとするからまたおかしくなってっちゃうとでね検索するとこういうの消しますよ行政書士みたいのもいるんですけどいるんですけど行政書士は消してくれんですかいるんですけどどうなんでしょうねそれ行政書士業務なんですか違うと思いますよ一般業務だと思うんですけども別に誰もがやっていいまあ誰でもですよね行政書士という名前でやってる人もいます。 ああ、あ、いるんですね。その行政書士の中でそれ専門っていうか、あと捕まってる人とかもいます、ね。ええー、なん、なんですか。それ消すの逮捕なんですか。なんか、その、悪いことを考えてる人がいてて、えー、あんまりちょっと言えないですけど。ええー、<laughs> 狂ってる人とか、えー。え、行政書士がおかしくなっちゃったんですか。じゃ、おかしくなっちゃったんですかね。えー、結局、調査の名目で、どんどんお金取るとか。うん ああなんかタケノコハギっていうかねのようなことをやっちゃうっていうは、うん、ひどい行政書士がいますねそ,そうなんですよね、うん、本当に消すのなんてちょっとしたことさえ知ってれば消せるんですよ、うんうん、消せない場面もあるんですよ。<音笑> 意外消せるはずなんで、うん、今の O S ならば w i n d o まあでもそういうことをやる人人はまあもう本当に一部の中の一部なんですよ,よねす本当に一部です、ね。まあそれは気をつけた方がいい、うん、ということですね。まあ行政書士普段は真面目ですもんね。真面目ですよ。行政書士でしょ。<笑><笑>な笑うからおかしくなる。<laughs> その目だね。<laughs> 信頼を失うこれ全国ネットだよテレビだよ。<笑>,ね、<笑>,笑っちゃいけないところだよ。 目がでで今日だってねかスタジオに。 来られてる方ほとんど行政書士ですよ。そう。皆さん真面目ですよ。真面目でしょ浮いての文井先生だけです。よく言います。杉井先生。いや、僕、最近本当にまっとに行政書士業務やってるですから。今までがまっとじゃなかったみたいな、感じになっちゃうけど、そんなことないですよ。今までもやってたけど。最近もう許認可が多くて。行政書士やってんな、とか感じ。憧れの行政書士業務だ。そう、痛みあるからね。僕も慎重に。 そうそうそう浮かれてるとすんだって巨人カ使っててハニートラップってないもんハニートラップみたいなないけど民事ホーム民事法務だってないけどなハニートラップハニートラップないな行政書士業務でハニートラップないなはい話またそれました で、えっと、それで、どこまで話したの?。学生。学生。ゲストの方に。結局、だ連絡しちゃだめですょ。連絡しちゃだめってことね。あの、画面固まっちゃう。払っちゃだめ。払っちゃだめ。あの、もし、なか電話しちゃったとか言うんだったら、消費生活センターさんとか。あ、なるほど、なるほど。うん、そういった方法もある。よまず、第一に、とりあえず、そこ開いたりとか、電話したりしないで。あの、とにかく、情報を、もと、ま 調べたがいいですよねこれ本当に払うべきなのかとか何とかして消す方法がないかとかもう本当に分からなかったら消費生活センターへ連絡連絡すればップ教えてくれるあじゃこれは覚えておいた方がいいですね消費生活センターですね地域にあるはずなんでありますねそこに連絡を取っていただくそうですね はいいありがとうございますじゃ次ね、ねネットウイルスについて,ってこれも今のにちょっと関連しちゃうかもしれないですね、あのこれも一種のネットウイルスなのかもしれないけど画面固まっちゃうっていうのも、うん、ネットウイルスって僕、いまいち、ね、よく分かってないんですよ、うんで、そもそもネットウイルスっていうのはどどんんんんんなもんななももでしょうか今みたいに画面が固まっちゃって動かないとか、うん、バツっていうのがずっと出てきちゃうとか、そんなもんなんですか。ネットウイルスって、うん、最近の流行り、ええええ で話させてもらうとランサムウェアっていうのが流行っててランサムウェアって何かっていうと身代金要求型ウイルスとえそれ例えば何の気なし使って使おうかなと思ったら大事なファイルが暗号化されてるんです開けなくなってる開けないからお金払えとええ人質に取ったぞとお金払わないとこの暗号化を解いてやらないううんん そのパターンが一つと、もう一つはパソコン自体をロックかけちゃうんです。うん、ちょっと今デモ画面というか見せるんですけど、うん、<laughs> これ映りますかね？えー、こういったのが最近流行りかな。これ片手持って。壊しちゃうといけない大丈夫です、大丈夫。えー、あ、これ今出てます。これドクロのマーク。ね、あ、映ってる。映ってる。はい。そうなんです。こんなのが出て、えー、っとまあお金要求しないとこれは開けませんよと。 でももしこうなったら、もこれ今のドクロ画面で固まってるってことですか？あのこれとなんか二色釣りで交互交互になってたりとか、でもこれ実際自分のパソコンがドクロのマーク出てきたらびっくりしますよね。これ焦りますね。これなんかにをなんか地雷踏んじゃったみたいな形でこうなっちゃうんですか？そうですね。あのーうん、どっかのサイト行った時に踏んじゃったとか、ええ、またはメールのえっとなんだハイパーリンククリックしたらなっちゃう。はい あとは来たメールに添付されたファイルを開いたらなっちゃったとそれらしいのを送ってきたりするんですけどでもね今のこの流行りのやつは特徴があってメールあじゃあ日本人じゃないんですか作ってるのがウと思います今今の一番最新の流行りのやつ多分日本人が作って日本人が捕まったっていうのもあるんです。 少年なんですか。え、少年でも作れるんですかウイルスっで。作れると思います。頭いっぱいね。そうなん。いや、どウイルスにまあ俗にウイルスに感染したっていう画面ですよね。さっきのドクロ画面っていうのは。で、今ドクロ画面出たってことはこれ感染してるんですね。もうしちゃってますね。あ、僕のはしてないんですよ。ここれあのイメージ画面なんで。ここえのタタタ。しちゃってる。いや、これ完全にしてますよね。してるって今言っちゃちょっと待ってください。これあの。

程度とかにもよるんですけども今回のこのパターンでいうとドクロ出るパターンはもうパソコンの初期化ですよねもうそれしかないそれしかないんだもう全部リセットリセットでそのウイルスにかからないようにする対策というか回避法をちょっと教えていただければそうですね結局 何が原因かっていうのはいろんな今まで言った話ともう一つあって、うん、あの使ってるえと無料のソフトとかに弱点があるんですよ脆弱性っていうんですけども、うん、そこをついてきたりするんですよねうん、うん、なので <laughs> その無料のソフトウェアちょっとあんま場合にも言えないんですけども必ずバージョンアップするか使わないならもう ンイストールしちゃうとそこついてくるんですよね別にこれを狙ってるわけじゃなくて不特定多数に対してやっててこいつ行ったっていうパターンで多分感染すると思うんですけどなのでそういうこととまあ一点とあと本当に知らないとこから来たメールはもう開かない開かないもう絶対開かないあとおかしなサイトは行かないダウンロードしないそういったところができることかなと。 対策ソフトっていうんですかセキュリティ対策ソフトとかそれを新しいものを取り入れていくっていうのも対策の一つなんですか確率を下げるってこと結局その一番最新のパターンファイルっていうんですけど適用しますけどこの1秒後に新しいのできるかもしれないですねんよだからその言うなれば確率を下げるっていう対処ですよね かまあ変なところに行かないってことですね。それが一番です。よ知らない人にはついていかない。そうね。家に帰るまでが遠足そう。おやつは三百円。おやつ三百円ね。バナナは？バナナはどっちだ？おやつ？僕のルールは弁当箱に入ってたらおやつ。あおやつじゃない。あのおやつ扱いじゃない。弁当箱から出た時点でその三百円以内で買わなきゃいけない。ポイントだな。吉川ルール？ 吉川って僕松節なんですけど。松伏が吉川ですけどね。松節ルール。松節町民に怒られます。え、なんで。悪いことじゃない。悪いことないですけどね。バナナ持ってかないでしょう。持ってかないんだよ。黒ずんじゃえんですよね。え、バナ。くるむの。黒、黒ずんじゃ。あ、バナナ持っていくと。黒ずんじゃうかな。だって弁当箱によく入ってませんでした。バナナ。うちのお袋だかのバナナ切って入れてんの。うん。黒ずんじゃ。 クロスんじゃうかな。うんね、見たことない。して見たことない <laughs>。じゃ、あ本来トマトってのあれおやつなの?。それともご飯なの?。トマト。<え>おかず。おかず。うんうん、おかずミニトマトとトマトは、まあいいや、この話じゃね。完全に。まだ外れちゃうから。らまたどこまで喋ったか分かんないから。ネットウイルス。ネットイルス。<laughs> なんだっけ、対策。 あれどんな話ししたっけそのねあの感染しないために感染しないために感染しないために新しいソフトウェアなんだけどももしかしたらそのせっかくね新しいソフトウェア入れたんだけどその一秒後には新しいウイルスがもう来てるかもしれないっていうお話ですよ。聞いてるじゃないですか。聞いてますよ僕 MC なんだからそれは進行できないでしょ聞いてないとねちゃんと一応番組やってますからね僕ね MC です。MC ですから。 はい。はい、で、あの大野先生からほら、あのこれ聞いてって言われたのあったから、ポイントありますかって。で、今まで話してきた内容を、こう、ええええ、あの鑑みて。三つプラス一個、はい、これあの I. P. さんが出してるネタを、ちょっと僕なりにあ。じゃ、これカメラ映らないんで、この状態で行きましょうか。<laughs> はい、あの、まあ、使ってる O. S. とソフトウェアは常に更新しましょうっていうのは一つ。うん、あとはセキュリティ対策ソフトの導入、これは入れてほしいっていうのと。 更新もちゃんとやってねあとは、ボトの言った良いパスワードですね、個別で強固なパスワードと、あとこれ、複数認証って言うならば、二段階認証ですよね、それをやっといた方がいいよっていうの、あと、甘い話はないもんと思うと、甘いい話な最近、なんか検証当たりましたよとか、あありがとうございますみたいな。どううののこ でもちょっと送るから送料代だけクレジットカードで払ってねって言って情報取られちゃうよと。よくセミナーでもあの 今日から使える圧倒的営業術とかそういうのをやってたりするんですけそれもうまい話ないってことなんですかねそれわかんないセミナーとインターネット違うんだよあでもインターネットのセミナーだとちょっとわかんないですけどなんか僕それ参加したような気がしたんでこの間それもあれかな。うまい話ないと思えっていうことなのかなちゃんと実践できればねうまい話になるんじゃないうまい話ねそうですよだって文井先生が主催したんだから 圧倒的影響です。この番組でも大々的に宣伝して。僕もでる引きずりますね。で、大野先生ね、来ていただいて。出ましたね。参加しました。さ参加していただいて、受講していただいて、これ重要な重要ね。はい。ありがとうございました。じゃあ、あの、今日のまとめいきますよ。文枝先生。はい。ね。今日のまとめ。だから。知らない人についていかないというのが今日のまとめね。 それまあそんな感じですよね。知らないところに行かないあのネットでだからあのわけわかんないところで買い物しちゃってほら情報を入れちゃうと何だろうそれ流出しちゃったりっていうのも怖いし、ええまあ本人が特定できるような内容を平気で書き込んだりとかそういうのもねあの危ないっていうことですよね。自分の行動に責任を持つってことですよね。自分自身で。うん。 なんですかそれ自分の言葉で語るみたいな感じなんですか <laughs> <それ S 1> あ。あこれあの某先生が挙げてます。またまもいちネタだよ。<laughs> ほらだってこの間僕言われたもんた。ま、怒ってますよ。あのだって言われたもん、うん、だってあれあのなぜかねメッセージ番組中にくれないんだけど終わった後に僕にメッセージくれる方が数人いるんですよ、うん。今日は見打ちネタばかりの60分でしたねとか言われ言われたり <laughs> うう <laughs> あ今日もまた見打ちネタ入れちゃったと思って <laughs>。<laughs> お客様はドン引きしてるんだけどもう身内だけで笑ってるっていうねでも身内もいっぱいいますからねほぼ身内なんですぜひ会場の方にも遊びに来てもらいたいですよね見てるからね楽しい楽しいですよねそうみんな身内になるからみんな身内になるからねほら告知コーナーまた大事なっと

でさらに建設業をもともと建設業界にいたんで建設業をメインとしてやっていきたいよっていったところ、うんはい、あと IT の強みを生かして、まあ、シニア層の企業支援とかも力を入れていきますよっていったところですねあと今回のネタではバックアップも重要なんでやってくださいねって言ったところバックアップ扱ってるんですね、こういった業れが。一一つつ目目ですか <laughs> はい じゃあもうもう一つす。いません、厚かましくて。<laughs> でもう一つが5月の22日になるんですけども、ちょっと広島の大先生をお呼びしてセミナーを伊藤塾でやらせてもらいます。うん、やらせてもらいます。主催させてもらいます。うん、19時からで、えー、3500円で企業支援に関する内容になるんですけども、本当にためになる話だと思うんで。うん えとあんまこういうの言いたくないですけど、まあ、あのそういったところの業務やっていこうかなって思う人はぜひ聞きに来ていただければなああの行政書士相手のでセミナーっていうか,う勉強会ですか本来的には、うん、一番のメインはそこですけども他事業さんとかも、まあ、聞いていただいて、うん、まあ企業支援なんでねあ企業支援というとのですかあのそういったところもありますし株式会社作りたいとかそういったところあ<ー>まあそれはほぼほぼこちらの話、うん、行政書士の話なんですけど。うん 部、うん、分融資とかあとは何でしたっけ補助金とかそういった話も出てくるのかなと思うので、うん、まあ他事業の方も聞きに来ていただければなっては感じております。うん、はい。で、それ、えー、場所はどちらですか、ね。伊藤塾の東京校です。えー、渋谷になります。渋谷。あ、なんかいいですか。 会場まだ決まってるんですけど。決まってる。何回かは決まってない。いや、あのほら、見てる方が行こうとしたかったからさ。<あ>もう何回か分かんなくなっちゃった、あれかなと思って。メールいただければ。メール。次はアバウトな。<laughs> はい、告知以上でよろしいです大丈夫ですはい、ありがとうございますありがとうございますえっと、それではですね、もうね、またね終わりの時間になっちゃうと悲しいですね小野先生、面白かったですね、今日ね面白かった面白かったねそうですでも本番前あまりにも緊張しすぎておえおえって出てっちゃった一回出てっちゃったから気持ち悪い、気持ち悪い気持ち悪いって、外出てっちゃったからやばいなと思ってねこれで穴入ったらどうしようと思ってね二人で喋ってでもねどうなのって良かったで 本当よかったです。日比谷線も危なかったし。そうです。折れるかどうか。ね、今日ダイヤが乱れちゃって。じゃ、大野先生もちょっと時間も時間なんで、ちょっと今日の感想をいただけますか。楽しかったです。そいやいや、いいんです。いいんです。いや、ここの場は。え、そっちとは違うぞと。あ、そう、回はね、あの、観覧の方に来られてたんで。どう、あの、自分が出演してみると、やっぱ見てるのとやるのって全然違いますか。出演するのと。本当にその。 何でしょうね、うん、ここに来るまでは全然平気だったんですけどうん、うん、このビル上がって打ち合わせしたぐらいからおえおえ来るんで。おおええ来るって <laughs> このいいプレッシャーをねなんかこう楽しみたいなっていう人で杉先生にお眼鏡を叶えば、うん、ぜひここ座るといいかなと、うん、そうですねぜひあの出たいという先生もねあの連絡いただければね、うんうん、しっかりあの文井先生の厳しい目で判断してね出,出ていただければ、うん、どうかやりますんでね、うんうん、<laughs> はいありがとうございましたそれではですね、えー、次回の予告しましょうね、えー、次回5月はですね第4金曜日第4金,金曜日がね27日なんですよ今回 同じ時間帯19時30分から20時30分まで生放送でやりますのでぜひ会場の方に遊びに来てもらって生で見ていただくとね実は本番始まる前の話が非常に面白かったりするんですよね放送できないから放送できない内容を話しますからぜひこれは来た人の特権ですもんね。終わ あんな話、こんな話。またこれで、あの引っ張っちゃうと、時間なくなっちゃうところ。終わりだから、もう。さあ、最後締めますよ。よろしいですか。いい、締めても、もう締めちゃってください。いいですね。もう行ったりたいことないですね。はい、じゃ、あ最後いきましょう。タイトルこれね。行政書士の。まだ依頼するな。